次も押さえて、そうですそうです、おーおっ、はい、じゃあスイッチョン、はい、素晴らしい技術を見させていただきまして、いや、ほんま細かくて ね、繊細で、ね、すごかった、いや素晴らしいね、うーん、じゃあこれやっぱり恒例ということで来ますか、やってみますか師匠いいですか、はいもちろんです、あ、ぜひ、あ、優しい方で、取れたらもうあれ失敗作になっちゃいますからね師匠これ、そうですね、取れたら失敗作になる、はい、ちょっとやってみよう、ほならさせてもらいます、教えてもらいましょう、はい、はい、これさっきの皿にやらせてもらっていいですか、はい、そうです、私の隣に、光栄でございますちょっとこの筆を、はい、お水につけて、この筆で、ね、水につけて、はい、この辺に切るっていうイメージのところをあのぐるぐるぐる、はい、はい、そうですね、じゃあちょっとその銀色のこっちでこう中心を決めてもらって、はい、中心決めます、はい、おで、これ使ってましたっけ、デザインナイフで、割り付けをするんですけど、6時、はい、次はこの4分割になったところをもう一つ分割入れていきましょう、間に、はい、はい、じゃあ、ハサミに持ち替えて、もうここでハサミでしたっけ、はい、そこからハサミを、もうすでに8等分なってない2、4、6、一応8本、等分じゃない、等分ではないな、等分ではないよ、等分ではないな、もうすでに、で、こことここをハサミの両側で挟んでもらう、え、だからこのここの線の、はい、そうです、延長線上に、ここに刃を開いてもらって、右の刃と左の刃を置いてもらって、自分のやりやすいところまで持ってきてください、あ、くるくる回してもらって、はい、ちょ、これできますね、はい、ちょ、このあたりで、あ、これとこれですね、聞けよ、あ、そうか、だから、じゃ分かれへんねんって、聞けよ、じゃ聞いてるけど、じゃ聞いて、あ、分かった、中心ではなくて、ここの、はい、ここの間を、はい、線と線の間を切る感じ、このやつね、はい、で、刃先グッとちょっと入れてもらって、入れる、刃先をグッと下へ押してで、チョキ、はい、あれ取れた取れたって何、あの、何、え、分からへんかった、カメラが、うん、いや、カメラは取れたけど、何が分からへん持ち上がってなくない、最初の一手はあの私も持ち上げないんですけど、ちょこっと入れる、はい、ちょこっと入れて、わかりました、 だからちょっと押さえるんですね、はい、だここでこう入って押さえて、はい、そのままチョキッと、うん、そうですほんで次も押さえて、そうですおお、調子乗っちゃって汚っすごく汚いですよ。いやいや、カメラで撮ってるマジで今俺、うん、でもね、自分では見てたらね、うん、あの意外といけてる気がすんで、意外といけてる、意外といけてるで、マジ、うん、ハッパこらこら花ミラじゃなくハッパあーでもちょっと困らんでいいだ、うん、ほらほら、これちょっとぽいよ、ぽいよ、ほら、今度はこの花びらの点同士を結んでもらって、こう三角に入れて、なるほど、はい、そこなんですね、だからちょっと大きいんですよね、このこういうね、そうです、少し大きくなります、よいしょ、でかない、うん、ちょっと大きなってんけど、大きなりすぎた、わ、失敗したな、とりあえずね、何これ、このこれとこれの間とか思ってやるんですけど、うん、途中でね、どこの間か分からないと思ってそうやね、うん、これでもちゃんとしてたら等間隔になるってことですよね、はい、あ、まあ、きっちり割り付けしてスタートしていけばなりますけど、うん、でも若干2周目3周目ぐらいで微調整はしていきます、ちょっとずれてきたりするので、ちょっと小さめにしたりちょっと大きめにしたりして1周微調整していきます、はい、やっててちょっとええ感じかなと思ったんやけど、うん、こっちとこっちの間に入れる感覚がね、うん、分かんねんけど、どこに入れたらええかが分かれへん、あ、やる作業自体分かんねんよ、はいはいはい、線が増えてくるからね、あ、等間隔になってないから、ねえ、もうやめて、え、もうやめてちょ、もう終わり、もう終わりな、あ、じゃあ途中の段階で見とこう、あ、一回ね、一回見とこう、今こんなんです、でも俺これでも意外と思ったよりは、
まあまあ、うん、そうか。思ったよりは花びらになってる気がする。まあまあ、確かに。なんかね。作業途中はあれやったけど。うん。まあ、言われた。もう一周するわ。うん。多分これもう一周したら、ものすごくできると思うぞ。そんなに？これちなみに師匠のやつは何周してるんですか？さっきやったやつ。4ですか？4周ですよね。ちいちゃん多分これあと1周したら3周ですね。3周ですね。じゃあ4周しますか？いやまあ3周で多分師匠の大きさは追い抜くと思うから。もう3周でいいんじゃないですか？せやろ、うん、備え表な、ちゃんとな、うん、でここだけここで見てこれ師匠の身を見まねこうなんか気持ちだけ入ってんけどまたそんなやったらあかんっていうなんかやねんけどこれでも切ったその下もやっぱ綺麗じゃないとなんか ね焼いた時にボロボロなっちゃうからその辺も考えて切らないからね、はい、ね和菓子の作家さんに教えていただいたんですけどこの先っぽがこうメリメリになるのを暴れるっていう話ですよね、はい、これ先暴れるねみたいな感じであんまりじゃあこう暴れない方がいいよねって言われて、うん、あすごい美しくないんやっていうのに気づいてでなるべくこう暴れてきだしたらちょっと筆で整えたりはするようになりました。いろんなその匠の職人さんの話聞いて、うん、どん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 また変わっていったんですね。結果で結果、まず師匠の方これこれですね、綺麗、見事、もちろんでございます。そして私今やったのがこちらです。どん、なんやうーんっていやもうだってセンターずれちゃってるし。でも最初の一巡はね僕なんか思ったよりいけた気がした。でもやっていくうちのほんまにねあの難しい、当たり前やけど当たり前やけど難しい、かなり難しいよこれ。難易度で言ったらまあいろいろやってきたじゃないですか、スイッチョンさん。難易度で言ったらレベルで言ったらどのレベルですか？でも一番僕難しかったのが爪書きつづるなんですよ、はい、あれが5なんですよ、はい、あれが5やとしてレベル5なんですよ、はいはい、あの5段階のレベル5、はいはい、だからレベル4ぐらい、5までいかないです、まあ、でも高いですね。高いですよ、ね、かなり難しい。え、師匠的にどうですか？私の一番最初はこんな感じでした。均等にもいかないし、もう暴れまくってて、もう全然綺麗に切れなかったんで、出だしはこんな感じです。4年後ぐらいにぜひ。じゃあ4年後、これがこうなります。違う4年経ったら馬なるんじゃなくて、いや、なります。4年毎日やってたら馬なるから4年後なりますさあ、ということでさせてもらいまして、本当にあの貴重な経験でございます。そうですね、なかなかこれね、はい、させてもらえませんので。まあまあ確かに、だって独自の技術ですから。うーん、ということでじゃあ、こちら匠認定でございます。ありがとうございます、はい、で最後にですね、はい、師匠にとって匠とは？その方の作品を見ただけでいろんな人にこう影響を与えられる人が匠だなと思います。自分も本当にこう心震える作品に出会って自分の新しい技術が生まれたので、そういった人間に私もこれから作家として成長していきたいなと思ってます。チョキチョキと菊の花びら土バサミ、ご視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちら。チャンネル登録もよろしくお願いします。チャンネル登録スイッチオン。